なんだこりゃ、豆腐と水だぜ。どうするつもりだこれで。3つのコップには水道の水、この料亭の掘り抜き井戸の水、そして丹沢の山奥から汲んできた鉱泉水が入っている。さらに豆腐の方だが、一つはスーパーの豆腐、一つは上野の有名な豆腐料理屋の豆腐、三つ目は京都の一流豆腐料理屋の豆腐だ。つまりこの三種の水と三種の豆腐を味見分けしてもらうのが今日のテストだ。井戸水と鉱泉水ってどう違うのよ。さあ、上野と京都の違い。さあ、できた人から答えをどんどん出して、車種がお待ちかねだ。はい、急いで急いで。ダメだ、これもこれもダメ。お、全問正解者がいた。本当ですか？誰です？栗田優子くん。あ、私が。そしてもう一人、山岡志郎。栗田くん、急いだせいか君のは判断の理由が書いてないが。はい、 B の水はカルキ臭いので水道の水とすぐ分かりました。 C の水はほんの少し塩が混じっているような気がしたんです。この辺りは昔海の底でしたし、それでこの料亭の掘り抜き井戸ではなく。豆腐はどういう理由で3つの味見分けをしたのかな。はい、あの、ただ漠然と風味が違うような気がしただけなんです。すみません。しかし山岡君、君には味を見分けた訳を聞きたいものだな。その紙に書いた通りですよ。ワインと豆腐に旅をさせるバカはいない。は？三つの豆腐のうちスーパーのは論外だ。他の二つは国産の大豆と良質の水を使い、本来味は甲をつつけがたい出来。ところが豆腐は作ってすぐに食べなければ風味が落ちる。京都の豆腐がわずかながら風味が落ちたのは上野と京都の距離の違いでしょう。なるほど。で、ワインと豆腐には旅をさせるのか。よろしい。今回の企画は山岡君と栗田君に担当してもらうことに決定する。